政府は炭酸カリウムが韓国から不当に安く輸入されているとして税率を上乗せする反ダンピング関税を今後5年間適用することを決めました。炭酸カリウムは液晶パネルのガラスや中華麺に加える乾水の原料などに使われています。政府は国内の業界団体から韓国が炭酸カリウムを不当に安い価格で日本に輸出し損害が出ているとの訴えを受けて去年から調査を進めてきました。この結果、国内の産業に損害が認められたとして政府は韓国からの炭酸カリウムの輸入に反ダンピング関税を今後5年間適用することを閣議決定しました。韓国から輸入される炭酸カリウムにはもともとの関税 3.9% に加えて 30.8% の税率が上乗せされます。